トヨタ LR エンジンは 1LR 具型エンジンのみをラインアップするトヨタ自動車の V 型10気筒エンジン系列である。2009年10月21日に発表されたスーパースポーツカーレクサスルファのみに搭載される排気量4.8リットルの V 型10気筒エンジンである。これは最高出力4 1 2ット、8700rpm 最大トルク 480nm 7000rpm を発揮する高回転型自然吸気エンジンであるのみならず、日本の市販乗用車用エンジンとしては初めての V10 であり、さらに初めて 500PS の大台を突破したエンジンでもある。車両形式をルファそのものにしたいというルファチーフエンジニア棚橋、春彦の強い思いを実現するためには、トヨタの形式命名規則上、エンジン形式の一文字目を、 L にする必要があった。本エンジンの開発当時、新規エンジン形式に付与される二文字目は R であったため、結果として LR エンジンとなった。トヨタ自動車エンジン主査岡本隆光の下で、トヨタ 2000GT の開発以来長きにわたり、トヨタと技術提携を行っている。 ヤマハ発動機の丸山平次が率いる開発チームや、トヨタモータースポーツ部門の技術者たちにより、かつてのグループ C 海洋、RV10 型や f 1用 r v x 型など、トヨタモータースポーツ V10 エンジンのイメージを受け継ぐ、ハイパフォーマンスエンジンとして、新規開発されたものである。ハードウェア開発は、ヤマハ発動機、電子デバイスや制御システム開発を、トヨタ自動車が、 それぞれ主に担当した。V10 エンジンで等間隔爆発とするため、またフロントエンジンとしての車両搭載性の両面から、シリンダーブロックのバンク角は72度に設定された。エンジン全高を抑えるためと、工事以下での安定した潤滑を行うため、ドライ散布となった。スカベンジポンプは、計7個装備しており、その内訳は、クランクケース用3個。 左右シリンダーヘッド用、各1個、前後チェーンケース用、各1個となっている。また、オイルクーラーは、フィード側に、水冷式、スカベンジ側に、空冷式を持ち、それぞれの大容量化も合わせて、油温管理に万全を期している。オイルポンプや、ウォーターポンプは、エンジンギア側に設けた1段目を、ギア、2段目を、サイレントチェーンとした、駆動系で駆動する。 エンジン稼働中は、この駆動ギアの音が聞こえる。なお、一番目のギアは一時偶力バランスを兼ねる。コネクティングロッドは、チタンの単造性。ピストンは、アルミニウム合金の単造性である。クランクシャフトは、ニッケルクロムモリブデン鋼の単造性で、前端にはねじり強振抑制に優れる、ビスカス式クランクダンパーを備える。また、後端には、 クロムモリブデン構成の軽量フライホイールが付く。オルタネーターやカーエアコンコンプレッサー用の補給ベルトはサーペンタイン式である。12.0の高圧縮比を実現するため、シリンダーヘッドの燃焼室はすべて三次元機械加工にて形成し、その溶石ばらつきは極小である。同弁系は DOHC4 バルブで、バルブハサミ角は約25度である。 その駆動系は1段目がギア、2段目がローラーチェーンとされ、伸びによるバルブタイミングのズレを最小限に抑えるため、左右バンク独立である。バルブは、吸排気ともに、タン性、高回転での追従性に優れる、軽量高剛性なレバー飛躍1のスイングアーム式、ロッカーアームを採用。カム修動面は、 シリコン含有ダイヤモンドライクカーボンコーティングされ、タイマーも低摩擦を実現している。またロッカーアームに一体化する形で、オイルジェットが設けられており修道面へオイルを供給している。吸排気それぞれに連続可変式、VVTI を備えるが、その駆動用に専用のオイルポンプを採用することで、エンジン全体の油圧、油量は必要最低限に保ったまま、 VVTI の高速応答性を確保している。このオイルポンプは、同弁駆動系ギアの最終段に備わる一時空力、バランサーギアによって駆動される。高回転域でのレスポンスを重視するため、吸気系は気筒ごとに独立した充連独立電子制御、スロットルバルブ式である。同じく高回転域での吸気効率を高めるため、インテークマニホールドは短く、サージタイ内には、 カールタイプのエアファンネルを備えている。吸気ポートは製造時の形状をばらつきと表面が荒さを抑えるため3次元機械加工にてポート加工されている。燃料噴射系はモータースポーツでのノウハウの豊富さから直噴ではなくポート噴射式が選択された。一方で点火系は失火検出機能を兼ねる各気筒独立点火式であり専用点火プラグを必要とする。 制御の基本は、ホットワイヤー式、エアフロメーターによる、吸入空気量検知方式であるが、前述したレスポンス重視のため、加藤を当時には、レーシングエンジン同様のスロットル回イドエンジン、回転数マップ方式を併用する。左右バンク独立のエンジンコントロールユニットを備え、アイドリング時の変バンク休止制御も行う。使用燃料は、億単価95以上の無塩プレミアムガソリンと、 指定されており、無塩レギュラーガソリンは使用禁止となっているほか、エンジンオイルは、エクソンモービル社モービル 15W-50、指定となっている。オイル量は、ドライサンプということもあり、最大17リットルと大容量である。2012年12月、限定生産となっているレクサスルーファの生産完了に、先立ち、ヤマハ発動機における 1LR、グエンジンの製造も完了された。 補給用部品としてエンジンアッシーの設定はあるものの標準価格で900万円近い値段が設定されている。ありがとうございます。